そうなの。いたんだ。お疲れ様。
続いて気象情報です。今日は終日、あいにくの雨となりました。この影響で、稲橋方面では、今夜半から明日にかけ、濃い霧が予想されています。の外れで死体が見つかったってなんで？だって私たち、とにかくジュネスで待ってるから急いで来て。あ、こっち。今、花村が現場見に行ってる。多分、もうそろそろ。やっぱ殺人だ。死体、アパートの屋上の手すりに逆さにぶら下がってたって。そんなことって。それよか大変なんだよ。殺されたの、モロキンだ。モロキン？モロキンってあのモロキンか？先輩らの担任の。なんで？何それ？知らねえよ。けど見たやつがいたんだ。間違いねえよ。んだよこれ。狙われんのはテレビ出たやつじゃねえのかよ。夜中の番組も普通のニュースもモロキン出てるとこなんて見たことねえぞ。くそ、どうしてこんなことに。いろいろ分かったような気してたけど、結局全部ただの偶然だったのかな。真夜中テレビも本当は関係ないのかな。くそ、ここまで来て振り出すかよ。やっぱり警察も捕まえらんない犯人を俺らでなんて無理だったのか。たるめえだぜ。
そもそも警察には無理だろうって始めたんじゃねえすか。俺らが腰砕けになったら犯人は野放しになっちまう。泣き言言ってる場合じゃねえ。俺らなりのやり方で前進むしかねえんだ。幹事くん。幹事のくせに生意気だ。なんすかそれ。ったく、分かってるよ。俺らの相手は殺人犯なんだ。それでもみんなで体張ってやってきた。今さら引き下がれねえさ。それにあいつとも約束したまんまだしな。そっか、クマくんなら何か知ってるかも。下向いててもしょうがない。とにかく行ってみようぜ。あれ、店員さんがいる。珍しいな。お疲れっす。なんかあったんすか。あ、陽介くん。ちょうどよかった。店長から何か聞いてない？いや、さっきから売り場に妙な着ぐるみがいるんだけどさ。今日何かのキャンペーンだっけ？着ぐるみ？熊田さんとかいうらしいんだけど。まあいっか、客もいないし、そろそろ持ち場戻んないとな。熊田？うわ、いる！おお、なかなか壺に来るクマね。お前、なんでここに？やっと来たクマな。待ってたクマ。クマさん、出ちゃっていいの？つか、出れるんかよ。そりゃ出口あるから出れるクマよ。今までは出るって発想がなかっただけクマ。でもみんなと一緒にいたらこっち側に興味がむくり出たクマよ。初体験していいものか迷ったけど、考えるより先に体が動いてしまったクマ。でも考えてみたら行くとこないし、戻るのももったいないし、ここで待ってたクマ。あ、さっきお名前聞かれたからクマだって言っといたクマよ。クマだね。そうだ、聞きたいことあるの。クマさん、いつからここに？向こう側に誰か来なかった？こっちの木で晴れるまで中にいたけど誰も来なかったよ。本当か？本当に誰の気配もなかったか？いなかった、中トレでしょ。相変わらずクマだけでした。鼻が詰まってたとかじゃないんだな。しつこいクマね、マジに一人よ。だから来たって言ったでしょうが。まあ信じてくれないならいいですけど、僕前から探知能力落ち目ですしね。先生は優しさでできてるクマな。確かに昨日の真夜中テレビには何も映んなかったしな。っていうかよく考えたらさ、クマくんが何も感じてないわけでしょ。それってモロキンあっち側に入らなかったってこと？どうなってんだ。ねえねえ、クマどっか行きたい。クマ。ああ、今それどころじゃ。てか帰る気なしかよ。はあ、どっかって例えばどこいらだ。これをリセちゃんに渡すクマよ。クマからのフォーユーって。これからはきっとリセちゃんがクマたちをバックアップしてくれるクマ。でもってクマはこれからみんなと一緒に全開バリバリで戦うクマ。クマを今までのようなただのプリチークマとは思わないでいただこう。戦ってよし、守ってよし、笑顔もよしのクマスペック2参上クマ。今ここに新たなクマ伝説が幕を開けるのだ。
伝説。おお。やばい、人目引いてる。クマ、お前、のびのび騒ぎすぎなんだよ。とにかく移動だ。もう一回しつこく確かめるけどさ、あっちの世界の霧が晴れた時まで中にはお前だけだったんだな。そう言ってるクマ。真夜中テレビにも映ってなかった。どういうことっすか。わかんねえけど、どうやらモロキンはそもそもテレビに入れられてない。それだけは確かみたいだ。ならこっちで殺されたってこと？なんで犯人モロキンだけテレビに入れなかったんだろう。失敗か。確かにこれだけ次々やってりゃない話じゃないけどな。ひょっとしてもうテレビに入れても殺せないって思ったとか。だって私たち続けて3人も助けたわけでしょ。あー、なるほど、ありそう。それんで今度こそしくじらねえように、いよいよ外でやりやがったってことか。もしそうなら、もう犯人を抑えねえと防ぎようねえぞ。手がかりいるよね。リセちゃん、そろそろ話聞けないかな。そうだな、それに期待するしかねえや。はあ、それにしてもあっつくま。トロ。トロって、まさか、頭か。やめろよ、子供見てんだろ。ったく、中身空っぽで動いてるとか、トラウマ残るっての気使えよ。でも元通りになってよかった。毛もふさふさね。さ、触っていいか。ダメコマっていうか、ふふー、クマもう空っぽじゃないクマよ。ちえちゃんとゆきちゃん逆乱せねばって、復活頑張って中身のあるクマになったクマ。はいはい、偉い、よくやった。もう逆乱いつまで引っ張る気。だいたい中空っぽなのに頭開けたって暑さ関係ねえだろ。だから空っぽじゃないっての。あっち、もう限界クマ。お前、はあ、いい風。うっそ。はあ、生き返るって感じ。ねえ、ちえちゃん、ゆきちゃん。はい。着るものとかないかな。僕、生まれたままの姿だから。本当にクマくん？てか、生まれたままとか言った？いや、ここで全開とかダメだから。着るものだよね。行こう、とにかく。あいつがクマ？空っぽじゃなくなったって
中に人間生えてきたってのか。どんだけありえない生き物だよ。つかあいつ本当何なんだ。まあそうか、別に今に始まったことじゃないか。考えてみればこっち出歩かれんならクマのままよりマシかもな。っていうかそうだ、リセの話聞こうって流れじゃなかった？びっくりしすぎてそれちまったよ。俺たちで先にリセんとこ行こうぜ。クマはまあ二人もついてるし大丈夫だろう。ホームランバーの季節っすね。さっきから何本食ってんだよ、腹壊すぞ。ごめん遅くなった。ったく、熊吉の服なんか別に何でもいいだろう。うわっ、熊かお前。イエス、ザッツライト、いかがですか。いや、合わせなくていいって。私もびっくりだけどさ、間違いなくあのクマくんだから。てか性格まんまで参ったよ。見るもん全部新鮮らしくてもう大騒ぎでさ。女性もののフロアじゃ興奮してわけわかんないこと叫ぶし、あんた以後この格好の時は本能のままにはっちゃけたらダメだからね。でも仕方ないよね、本当に初めてなんだもんね。わかったよ、そこまでへこまなくていいから。別に許さないとか言ってないでしょ。よかった、嫌われたのかと思ってドキドキしちゃった。まったく、おとなしくしてりゃ見た目は可愛いのに。可愛いか、お前どう思うよ漢字。あ、なんで俺に聞くんすか。いや、お前の好みかなと思ってさ。ああ、なるほどね。つまりあれだ、殺されてっつうことっすね。笑うとこじゃねえっすよ、天城先輩。ごめん。ユキコ、こうなるとダメだから許してあげなよ。あー、君たち、僕のために争わないでよ、ベイビー。うるせえ！てめえ、喧嘩売ってんのか！たくしゃあないな。カンジ、これで好きなだけアイス買ってクマと分けろ。俺たちちょっと豆腐屋行ってくるから、ここでおとなしくしてろよ。わお、リッチマン。そんな、いきなりもらえねっすよ。リニューアルした熊吉の歓迎ってとこだ。その代わり、騒ぐなよ。おお、どうしたの花村、急に先輩じゃん。そっか、口じゃいろいろ言っても本当は熊くんにも優しいんだ。よかった、花村が大人で。大人は細かいこと気にしないよね。なんだよ、なんかあんなその言い方。クマくんの服さ、持ち合わせで足りない分、花村のツケで買ったから。ツケ？あ？ツケ？なんだそれ、聞いてねえぞ。お金ないんだからしょうがないじゃん。ジュネスのくせに服高いし。つけってマジでつけたの？どうしてくれんだ。俺がバイク買ったばっかで貯金カスカスって知ってるだろう。いいじゃん別に、
どっちにしろカスカスなら大して変わんないって。なに？オッケー、ベベ。僕のために喧嘩は。だってろ、つかお前のせいだろうが。くそ。いいか、クマ。それ、大事に大事に大事に着ろよ。いたずらして破いたら、次からはお前の脱いだクマ側で仕立てるからな。おい、クマ、しょげてんな。ホームランバー、食い行くぞ。先行こう。知恵たち長そうだから。おや、やっぱり来ましたね。あなた、確か。今度は藤川理世を怪獣ですか。ったく。店員の方もつけてうんなってん。あれ、こいつ確か幹事ん時の。あれ以来になりますか。そういえばまだ名乗っていませんでしたね。僕は白金直人、例の連続殺人について調べています。一つ意見を聞かせてください。被害者の諸岡金四郎さん、皆さんの通う学校の先生ですよね。それが何？第二の被害者と同じ学校の人間。世間じゃもっぱらそればかりですが、そこは重要じゃない。もっと重要な点がおかしいんですよ。この人、テレビ報道された人じゃないんです。どういうことでしょうね。知るかよ、そんなこと。まあいいです。とにかく僕は事件を一刻も早く解決したい。皆さんのこと注目していますよ。それじゃ、いずれまた。何なんだあいつ。なんか何でも見透かされてる感じ。っていうかテレビのこと気づいてたし。あ、いらっしゃい。リセちゃん、体、もう大丈夫なの？そっか、よかった。それを確かめに来たの？まあね。そうだ、今少し時間いい？話さなきゃって思ってた。来て、お店番今日はおばあちゃんだから。うん。家にいたことは覚えてるんだけど、気がついたらもう向こうの世界だった。またしても犯人については手がかりなしか。さっき白金って妙なやつに会ったんだけど。ああ、何度も来てるの。事件のこといろいろ聞かれた。でも向こうの世界のことは話してない。無駄だと思ったし。あなたたちのことも聞かれたけど、適当に言っといた。ジュネスの屋上で気を失ってたところを助けてもらった、とかね。まあ他に言い方もないよな。どうした？助けてもらっちゃって。ありがとね、嬉しかった。いいってそんなの。やば、かわいい。今やっと本物って実感した。確かにリセチーだ。その最近の私、疲れてて少し暗かったから嫌かなと思って。喋り方変？
ああ、でも世間的には今の感じの方が私の普通なのかな。ごめんなさい、私どの辺が地だか自分でもよく分かんなくなってて。そんな謝ること？いいじゃん、その時々で。無理に決めなくても誰だっていろんな顔があると思う。ユキコが言うと説得力あるわ。え？そう？こう、ありがとう。よかった、最初に知り合ったのが先輩たちで。あ、そうだ、あれ渡さなきゃ、クマメガネ。あ、渡さなきゃっていうか、先輩、私がいないと困る？私、あの世界でみんなを助けられるんでしょ？あの力で。なら、私が仲間になった方がいいでしょ？それ、一応仲間の証っていうか。そっか、先輩たち、向こうでかけてたよね、メガネ。ありがとう先輩、これで仲間だよね。私、明日から八十神高校に通うの。同じ学校。でも私、まだ友達いないから仲良くしてよ。それに、恩人だし。先輩、そんなかっこいいセリフ出ちゃう人なんだ。ちょっと意外。けど、こんな時期に転入って大変だな。事件とか、モロキンとか。それにテストもすぐだし。はぁ、あ、テストな。自分で言ってへこんだぜ。中止になったりしねえかな。やるんじゃない、テストだけはさ。大変って、怪物相手に死にかけたことに比べたらそんなの。さてと、なら事件のことは明日改めて特捜本部で相談だな。うーす、調子どうすか。てか熊のやつ、ホームランバー5本も食いやがって。ま、俺はその前のも入れると6本だから勝ったけどな。誰も聞いてねえよ。っていうか話終わったから行きましょう先輩。お前、なんか前とキャラ変わってねえか。あなたも先輩たちと同じ八高生？明日から私もだから、よろしくね。ああ、ああそう。ああと、学年は。で、クマはどうした。クマは向こうで5本目食ってるっすよ。でもあいつどうすんすか、これから。仕方ねえ、俺が連れて帰るか。こんばんは、ニュースアイです。まずはヘッドラインから。稲葉市で起きていた連続殺人事件、ついに3人目の犠牲者です。2件目から3ヶ月が過ぎ、収束との見方もあっただけに、地元は衝撃を受けています。殺されたのは地元高校の教師で、遺体の状況が前2件と酷似しており、どうしたの？お兄ちゃんの知ってる人？死んじゃったの？
平気だよ。小西咲さんの事件から2件続けて同じ学校の関係者が被害に遭ったことになります。被害者の諸岡さんは厳しい指導方針で知られ、たびたび生徒との摩擦を抱えていたということです。警察では今回の事件が犯人特定への大きな手がかりになるとみて、明日から大規模な捜査を行うことにしています。では現場から中継でお伝えします。お父さん、今日も帰んないね。あれ？もう一回やって！もう一回！動いた！ねえ、どうやんの？どうやんの？ようこそ。ずいぶんと久しいですな。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。いかがでございましょう。謎の解決に徐々に近づいておられますかな。確かにかかる霧は深いですからな。季節は移ろい、それでもなおお客様は未だ未来を閉ざされることなくいらっしゃる。道はいずれ開けてゆくことでしょう。実は今宵を呼び立てしましたのは、それに向け新たな力添えをさせていただくためでございます。ペルソナの合体、使いこなしていらっしゃいますかな。私が力添えをいたしますのは、新たなる上位の合体、四神以上のペルソナ合体についてでございます。あなたならば必ずやより良い力とすることがおできになりましょう。さて、道のりもやがて佳境。しかしそれゆえに予想だにせぬことがいくつも待ち構えておりましょう。面白くなってまいりますな。では再びお目にかかります時までごきげんよう。